どうも、ネガティブマンです。僕はヘビースモーカーなんですけれども、これをね、直すのをどうしたらいいのかっていうところで悩んでて、結局何かね、いいきっかけがないとダメだなと思ってて、それで思いついたのは、僕はね、メジャーリーグが好きなんですよ。とてもね、昔から。それで今大谷がね、大谷選手が活躍してるんで、で大谷翔平がヒットを打ったら、ヒット以上打ったらその日は禁煙しようと思ってて動画にしてみました。もちろん先発登板して勝利を挙げても禁煙します。もし打てない日があったらその時は吸います、タバコをね。そういう緩い感じで、ならできそうかなと。禁煙が、そして徐々に増やしていって、もしね、大谷翔平が松井のね、持つシーズン31本をと並ぶか超えるかしたら、その時は完全に禁煙しようかなと思ってます。以上です。そうだ、ネガティブマンでした。